Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。京都競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに両で行われます。出場全14チームを紹介します。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。先手を取ってハルミスーパーミル、そして3番オールドベイリー、12番フラーリタビザス、そしてその後ろから3番オールドベイリー、外を通ってブルドゥオーロラ、1番パワモッチャン、ウッドアリカンテが並んでいます。大歓声が上がる京都競馬場、大歓声が上がる京都競馬場。フラーリコはまだ後方、ようやく追い込み体勢。フラーリタビサス、それからビューデューオーロラ、先頭ハルミスーパーミュー、ハルミスーパーミューが2馬身リード、外から懸命にフラーリコ、この辺りで先頭はエレメントゾーン、2番手にフラーリコ、9番アイムサーフェス、フラーリコ先頭、1着フラーリコ、2着エレメントゾーン、人気通りに収まりました。第1レース、1着5番、2着13番、3着9番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。早くも行った、早くも行った。エクスピエールローデが先頭に立ちました。そしてその後ろから13番カーフキラー、それから4番フライドキングハリー、そして外からはコトアナツカビ、その内からはスティープラツク、14番セブンセンシズ。さあ歴史に名を刻むのは果たして、果たしてどの馬か。先頭行く、黄色い帽子はエクスピエールローデ、先頭はエクスピエールローデ、まだ粘っている。グランドー、ミホノアルグレイ、青い帽子2頭、外から懸命にスキークラツプ、グランドー、ミホノアルグレイ、青い帽子2頭、グランドーが先頭に変わった。ミホノアルグレイ先頭だ、1着ミホノアルグレイ、2着グランドー。第2レース、1着6番、2着5番、3着4番以上のように確定しました。
ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。先手を取ってアバテラスオオミカミ、そして10番ウエストワンダー、9番スーラン肉用、そして6番手にキューティーハニーであります。もう一頭キクマサムネ、カニカン、サンクチュアリーが並んでいます。外を通りまして14番アスタリアンロード、さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。サンクチュアリー直線の伸び足はどうか。ミホナシャンピニョンだ。3番手外から懸命にカレンビー、先頭はウエストワンダー、内からヒクマサムネ、ウエストワンダー先頭、ウエストワンダーが先頭、カレンビーも懸命に追う。1着カレンビー、2着ウエストワンダー。第3レース1着3番2着当番3着1番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。いったいった、お天場の豊先頭に立ちました。12番大泥棒主催場、そして内からは1番マリオネア、チャンピオンロード、ほとんどまたいが合っています。そして1番人気のおねだり車両いい、うまくいっているんではないでしょうか。それから11番グッドイタリア、しんがりまで下がりました。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。オレンジの帽子大泥棒スタイルが先頭、内から懸命におてんばの豊、13番キングオブスポーツおねだりシェルイーが3番手、青い帽子おてんばの豊おねだりシェルイーも懸命に追う。ここで一気におねだりシェルイーだ。9番激増ストノート、1着おねだりシェルイー、2着マリオネア。第4レース1着5番2着1番3着1番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。いったいったノミークライン先頭に立ちました。そして2番スプラトゥーンコンキスタエルモンドがその後ろミホノキングダムがかわしていきました。トッシー・ディルフィーその後ろサンバシンクライアってアスベルスターシュそれからヤーマンアローハ。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がったナミークライン先頭大きくリード。6番ミホノキングダム依然先頭ナミークラインスプラトゥーンが2番手ミホノキングダムも懸命に追う。先頭ナミークラインナミークラインが大きくリード。青い帽子ミホノキングダムかわした2番手にホッシージロフィーだ。先頭はナミークラインコンテパルティラも懸命に追う。ナミークライン先頭1着ナミークライン2着はホッシージロフィー。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に5番6番3番5番当番以上のように確定しました。